私は疎開する時に先生から今度の戦争は3ヶ月で終わるから3ヶ月もう子供としては疎開しなさいというあれを聞かされていたもんですから、お母さんには3ヶ月と言ったらどこに行くのと同じだよと言って説得しても聞かないもんですから、あとはお母さんの隠すところは印鑑を隠す場所を知っておりましたので、こっそり印鑑を忘れして学校の先生のところに行って、親も承諾ですと言って 手続きやっていきましたね。で、学校から疎開の準備をやりなさいという通知が取られたもんですから、お母さんもびっくりして もう軍国主義の自分ですからもうこれ仕方がないと言ってお母さんも納得してもらってようやく行きましたけどね。灰原は松の谷露伴と新与露伴ということで、私たちは新与露伴だったんです。で、新与露伴からこの学校に通うのはやっぱり時は沖縄の子供もいっぱいおりましたから、向こうの地元の学生と一緒看護隊で、向こうの方が午前だったら沖縄午後、これを一緒看護隊で授業を受けました。即効寮はですね、もう足りなかったですね。毎日ひもじい思いでいろいろ道に落ちてるみかんの皮なんかも拾って食べたことあります。稲刈りた後なんかは落ち穂拾いといって、全生徒農家の田んぼを回ってですね、落ち穂拾いといって、一人の生徒が一握りしたらもう100命令はまた一票もなるぐらいなもみを拾いまして、これをまた学校の給食とかなんとかあったような気がします。もうお風呂は温泉はもう朝晩入って、沖縄にいる時はもうお風呂も入ったことないぐらいな 生徒たちが朝晩温泉入っておりましたけれども、なぜかしらあんなに清潔しているのにシラミがやっぱり多くてですね、私は小学1年卒業、3月に卒業ということで、4月の初めから茨城県のお茶の訓練所というところに志願して体格検査なんかをして合格ということで行きましたけど、満州に渡ったら、測量所さんはもとより向こう行ったら一人当たり何万坪も土地をもらえるという話を聞いておりましたので、もう貧乏者の私には適してるなと思って行くように決めました。満蒙開拓義勇隊と言っておりましたけどね。訓練はですね、いろいろ鉄砲を担いでザングルを走ったり、また両腕で今の兵隊さんがやるような格好で張っていく訓練、それとそれ隊長が止まれていったらもう水たまりであろうがろくであろうがこっちで止まらんという感じですよ。もうこれを避けて止まったらもう大変なことになります。私なんかの通隊は雷三雷隊ですね、26通隊、佐賀長崎熊本の3軒の生徒が一緒の通隊だったですね。約300名ぐらいですね。朝は5時から即前訓練といって、朝飯の前に8キロ行軍毎日やっておりました。もう向こうではもう寝るも起きるもみんなラッパ、会津ラッパだったんですよ。木曽ラッパ、それから
こっちをちょっと歯をちょっと磨いて食事ですね、道路をやったり、また開墾をやったり、また鉄砲を担いで不正とかいろんな訓練だったしね、また弾の仕方とか、いろいろいっぱいありますけれど、やっぱりあれですね、厳しいということですね。一番ボタン一つ付け忘れてもすぐビンタやられるし、また朝起きて毛布の畳み方が耳が揃っていなかったら、またこれも罰されるし、自分一人だったらいいんですけど、連帯責任といってこの部屋50名ぐらいみんなやられたんですよ。そして後からはこんな50名も中隊長一人でビンタ叩くには向こうも手が痛むですから、2列並びさせて向かい合って対抗ビンタと言いますがね、向こうではこっちの方が相手の方を打つと、また相手がまたこっちをビンタ叩くという、これを罰ということでやられました。これちょっと手加減して柔らかくやると中隊長が飛んできて、こうしてするんだよって言って、もう歯を絞れていてすごく強くやってですね、これにもう本当にびっくりしました。もうとうに満州に行く準備はいつもやっていましたが、日本海の方で船がどんどんアメリカの潜水艦にやられるもんですから、今週も延期、また次の週も延期でとうとう操船になりまして行くことはなかったです。相原の総学校の運動場に着いたら、もう家族が元気の方たちは運動場に迎えに来られておったんですよ。して私はもう家族みんな亡くなっているもおりますので、先生からうちのことを分からない人は手を挙げなさいと言って、私は手を挙げたら先生と一緒に薬草の方に行って調べたら、亡くなっていることが分かりました。で、薬草の方が親戚はどこが近いかと聞かれて、どこが近いですと言ったら、じゃあ向こう行きなさいと言って、元気の方たちはみんな疎開者の荷物をみんな親兄弟が持って、もうみんな笑いながら喜んで上里の方まで、私はもう誰も迎えに来ないから自分でルクサック背負って一番後ろの方から神里の村歩いていきました。あの当時は教育がこういう教育で、13歳と言ってもちょっと考え方、今の子供たちとはだいぶ違いますね。今だったら自分の孫たちだったらこんなことできないだろうと、本当に戦争というのは二度と起こらないようにやってほしいなと。